挑発をして乗ってしまえばもうすぐに懲罰、朝昼晩3食あって、はい、例えば睡眠が9時間半とかね、緩いというふうに見えてしまう、その時間に寝させられて朝も早くから目が覚めて、だけど布団からは動けない、皆さん身につけるわけじゃないですか、職人さんとしてというか、はい、それで就職にはつながったりするもんなんですか？全然つながらないです。就職はできないですか、出所しても、はい、色鉛筆がないと訴えてる、これは人権ですか？問題の立て方が間違えてると思う。色鉛筆いる人もいる、ならない人もいる。だけど絵はね、彼の自己表現の執行まで生きていくために必要なんですよ。罪を犯した人を収容し、更生のための処遇を行う刑務所。そこに人権はどこまで必要だと思いますか？事件発生から10日余り経った奥本容疑者の自宅です。現在も規制線が張られ、洗濯物がそのままの状態になっていて、ひっそりと静まり返っています。家族3人を殺害し、殺人などの罪で拘置所に収容中の死刑囚が、今年7月、あることで国を提訴しました。それは、色鉛筆。死刑囚の男性は色鉛筆で描いた絵画の販売収益の一部を遺族へ送り続けていました。しかし法務省は今年2月から、死刑囚が色鉛筆や鉛筆削りを購入し自室で使うことを禁止、それに対して表現の自由の侵害で違憲だと訴えたのです。この死刑囚の訴えにヤフーコメントでは、色鉛筆くらい使わせてあげればいいのに。死刑囚でも犯罪者でも人権を主張するのは当然。人の命と未来を奪っといて自分の権利を主張するのは厚かましい。死刑囚、懲役囚にそもそも人権って必要？賛否どちらの意見も。一部では鉛筆削りの刃を使った自殺を防ぐためではないかという声もありますが、刑務所での生活を経験した元受刑者は人権についてどう考えているのでしょうか。はい、よろしくお願いします。SNS を通じ逮捕から更生に至る道のりを発信している仮釈三郎さん。強盗致傷で3年6ヶ月もの服役を経験しましたが、刑務所に行ったから全てが許されるわけではなくて、あくまでも犯した罪を罰を受ける場所なので、刑務所っていうのはそこでの人権は僕はそこまで必要ないと思ってます。刑務官から罵詈雑言を浴びせられるのは日常茶飯事だったという仮釈三郎さん。なぜ刑務所に人権が必要ないと考えるのでしょうか。更生をする場所ではなく、刑務所は更生をする準備をするところだと思ってるんですね。外に出てからの方が本当に大変なので、今いる自分のその刑務所の処遇を良くしようとこうするよりも、外に出てからのことをもっと一生懸命真剣に考えた方が僕はいいかなと思ってます。その一方で刑務所内の人権は必ず必要だと話す元受刑者も。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。昨年刑務所を出所した高野さん。殺人で16年半服役していました。緊急でお腹が痛いって言ってももうほかりっぱなし。夜間だと医者がいないからとかいうことで、認められてるそのお医者さんが認めて処方した薬を、夜間こういう症状の人にはこれを出してくださいっていうのがあるんですけど、それすら出さないっていう、やはりおいこらと
言ってくる職員が多いんですよね、横柄に。すいませんけど名前で呼んでくれませんかって言えば、あのお前ら受刑者がそんな偉そうなこと言うなと。人として向き合ってもらえる人権のある環境だからこそ、償い更生へと進むことができると話します。しかし刑務所生活で贅沢を感じることも。こういうコロナ禍であって、まあ、シングルマザーの方とか、それから職を失った方とかがいる中で、刑務所というのはあの契約をして、業者と契約をして安定したその仕事があるわけですよね。布団にしても1年に1回変えてもらうとか、夏物の服が1年に1回1着 新品になるとか、そういう部分ではそれができない家庭もあるんじゃないかなって思えば、それは贅沢かなというふうに思うことも確かにあります。食材構成のために受刑者にどこまでする必要があるのか、刑務所での人権を考えます。受刑者の人権についてここから考えていきます。田中さん、お願いします。はい。刑務所に収監された受刑者が生活を送る雑居房は12畳程度で定員が6名です。トイレや洗面台は設置されていますが、トイレは外から丸見えで、まあ、プライバシーはない生活ではありますね。はい、はい、このようなようになっています。そうですね。高野さんに伺ってまいりますけれども、はい、どうでしょうか、まあ、刑務所生活の中で人権という意味ではどういったことがストレスになっていましたでしょうか。そうですね、うん、まあ、一番のストレスは対人関係、うん、まあ、これは対懲役、はい、まあ、同州の方もそうなんですけど、うん、まあ、対職員もこれはありまして、はい、やはり人間同士なんで反りが合わないっていうのはあって、うん、まあ、職員でもやはりあこいつ嫌いだなと思えば辛く当たってくる面があるんで、まあ作業をしてて一緒に喋ってても片方が怒られて片方は緩いっていうようなこともよく見かけました。うん、まあ、どうでしょう、普段の生活も刑務官はその受刑者に対してある種懲罰的というか刑罰的というか、そういう態度だったりするわけですか。その一つのカードなんですよね。はあ、だから言うことを聞かない、反りが合わない、そういうものに対して、うん、まあ、挑発をして、でなおかつそこに乗ってしまえば、うん、もうすぐに懲罰という対象になります。うん、なるほど。はい、あの受刑者同士で言えばよく、まあ、いじめがあったりとか話を聞くんですけども、はいはい、実際そういうものなんですか。はい、これ不思議なもので、はい、いじめがあってもやはりその工場で一目置かれる人間っていう方たちがいて、うんうん、まあ、自分たちで解決しようと努力はします。うんうん、でやはりそういう世界におられる方が多いんで、うん、弱い者を助けようっていう人は結構見かけました。おー、でもいじめはいじめとしてやっぱり存在する、こう、そうですね、うん、やはり中途半端な人たちがいじめっていうのを、うん、まあ、見えないところで部屋の中とか、うんうん、そういうところでやることはあったみたいです。うん、まあ、集団生活ですもんね。そうですね、はい、そこに刑務官は入ってきて止めようとしたりとかきちんと対処するのか、それともそれは見て見ぬふりなのか、このあたりでどういう実態があるんですか。うん、刑務官の方たちも全てに目が届くわけじゃないんです。うん、はい、やはり陰でこそこそやられたり、うん、もしくはですね、喧嘩で殴り合いをしてたって言えばこれはもう大声上げてるしすぐに飛んできますけど、うん、そうじゃない陰湿なものに関しては把握できない部分もあるんじゃないかなと思います。うん、なるほど。あえて見逃してるみたいなことはありませんか。それも含めてある種の、まあ、刑務所の中なんだと、まあ、刑罰、まあ、うん、そうですね、ある種、うん、その認めるというのは、うん、まあ、その人間があまり好きじゃない、はい、例えば弁護士さんによく手紙を書くとか、うん、というと刑務所側にとっては都合が悪いで、そういう人間を工場に持ってしまうと、うん、工場担当としては上からの評価が良くない。お、そうするとあ、まあ、いじめられてるけど見て見ぬふりして、う
出てってくれたらいいなっていうようなところも、まあ、見受けられます。なるほどね。これは非常に難しいんですけど、まあ、懲役刑なのでそこにいること自体が、まあ、刑に服している状態ではあるわけですよね。ですから外と同じでいいわけはないとは思うんですけども、はい、それにしても、まあ、虐げられていると感じてたのか、このあたりどう、思ってらっしゃいますか。そうですね、虐げられたとは感じてはいないです、はい、ただ、やはり2年目3年目になると、職員も1年目はやはり右も左も分からないんで、素直なんですけど、2年目3年目になると、まあ、内情が分かってきて、そうすると今度は、体育会系なんで上の人から、はい、ちょっともっと厳しくしろとか、指導を受けるわけですよね、はい、その指導が厳しければ厳しいほどこちらに当たってくる態度も厳しくなる、まあ、それがおいとかこらとか、まあ、横柄な態度になって、で、そのことでやはりトラブルになるっていうことは多かったです。まあ、もう一つ分かりやすい人権の意味で言うとプライバシーというところがあると思うんですけども、まあ集団生活だということもありますし、場合によっては24時間監視カメラで捉えられているみたいなこともありますよね。まあその意味でどうでしょうか。まあこれは自殺防止の観点だったりもするわけですけれども、そのプライバシーもそのご自身の中では人権としてもう少しあるべきとお感じになったのか、もうこれはやむなしだと思ってたのか、ここはどうですか。一応そのカメラ棒、そこの棒に入る人は自殺もしくは暴れるっていう人が基本なんですけど、まあこれも運用の仕方はその職員の決め方一つなんで、まあそれこそ本当に訴えを起こす人間なんかをまあ懲らしめ的に入れるっていうことも見ました。なるほどね。はい、石塚さん、ここまで聞かれていまして、まあ、受刑者の人権ということですね、まあ、どこまでのこう線引きかなかなか難しいんですけど、どう見てらっしゃいますか。まあ、いろんな技術がこう発展してきちゃって、こっちで事故があるとこうやろう、こっちで、事故があるとこうやろうってやってるうちに今のがんじがらめの刑務所のルールができちゃってるっていうことなんですよね。だから事故を起こしちゃいけないって職員は考えてるし、使用者の人たちはそこで共同生活を毎日してるんだから、それだけでこうしんどいのはおっしゃったようなことだと思います、だから何をすればいいのかっていうと、人権ってここでその人が生きていけるかってとこがポイントじゃないですか。はい、そうすると人によってはしんどい人もいるし平気な人もいるし、その人に応じて人権っていうのを考えないといけないのに、今のお話だとここって一本線を引いてここはいい悪いってやろうとすると確率的にそんなのどうでもいい人もいるしとっても嫌な人もいるわけだから、そこをきめ細かく見ていけるようになるかどうかってポイントだと思います。石塚さんどうでしょうか。簡単に言えばですね、まあ、受刑者 その人権という意味ではちょっとその受刑者とはいえですね、虐げられすぎではないか、あるいは一方でいやいやちょっとむしろ自由すぎるというかね、緩いんじゃないかという両方意見があるんですけど、石塚さんはどう感じてらっしゃるんですか。緩い、僕40何年刑務所の勉強してきてるんですけどね、45年前に一番最初に府中刑務所参加に行った時と比べれば今はその時と比べたら緩いって言われるかもしれません、ただね、収容されてる人たちがその頃は軍隊で徴役に徴兵に行ったことある人とかなんかだから、普通に軍隊に行ったって学校に行ったってボンボン殴られたわけじゃない、だから刑務官は殴るんだよ、聞いて刑務官の先輩のね、年配の方に昔の話ですけどね、新任で刑務官になった時に朝並ぶじゃないですか、で新任の時に殴れって言われたんですって、バーンって、お前これ殴らなかったらこいつら言うこと聞かんぞって言われたんですって、その先生は殴らなかったのに、だけどそれ殴ることが当たり前の社会だったらば刑務所の中でも殴るし、今は学校でも殴らないですよ、だから刑務所でも殴らない、それはだから外が変わったのと同じように刑務所の中も変わって、先ほど高野さんのお話にあったように外でもいじめがあるじゃない、陰湿な、
刑務所の中でもあるわけ。なるほどね、はい、今ちょっとあの画面に出てましたけれども、うん、まあ、あの食事とか生活について言えば、うん、まあ、朝昼晩3食あって、はい、これはまあ人として当たり前なんでしょうけども、例えば睡眠が9時間半とかね、まあ、余暇の時間もあるわけですね。8時間の労働がある一方で、うん、まあ、その時間はテレビを見たりもできるというところが、うん、まあ、外から見ると、実は そこまでね、刑に服してるんだけども、もしかしたら緩いというふうに見えてしまう、うん、考え方もあるわけですけど、うん、高野さんこれどういうふうに思われますか？そうですね、うん、睡眠時間ですけれど、はい、今時9時に寝る小学生の子もいるのかなと思うわけです、うん、でやはり刑務所も年齢が上がってきてるんで、うん、高齢化してきてるんで、その中でその時間に寝させられて、逆に言えばですね、むしろですね、はい、うん、寝させられて、うん、でもう朝も早くから目が覚めて、うん、だけど布団からは動けない、うん、まあ、トイレに行くとかそれはできるんですけど、うん、人と喋ってもダメ、うん、っていう生活をさせられるのも、まあ、高齢者の方は特にきついんじゃないかなって、うん、思います。その意味での自由がないというね、はい、ところもある。高野さん入ってらっしゃる時、仕事何の作業してたんですか？金属工場で、うん、農業用の、作業台とか、うん、あと、一輪車とか、うん、あとは、太陽光パネル、うん、まあ、太陽光ではないんですけど、うん、温水が出る、はい、はい、はい、あの屋根の上に乗せる、はいはい、作業をさせてもらったり、うん、それ出所した後に、はい、その技術を皆さん身につけるわけじゃないですか、職人さんとしてというか、はい、それで就職にはつながったりするもんなんですか？実際は全然やっぱつながらないんですか？全然つながらないです。就職はできないですか、出所しても、はい、あ、そうですね。今日冒頭に伝えてた、鉛筆、色鉛筆がないと訴えてる、受刑者いらっしゃるんですけど、その点はどうなんですか？これは人権ですか？色鉛筆持つ権利はありますか？その今回の方に関して言えば、うん、その自分の描いた絵を売っていただいて、でその売ったお金を被害者に弁済したいっていう、そういう意思があるにもかかわらず、それを取り上げるのはどうなのかなと。じゃあ被害弁済はどうやってするんですか？まあ、死刑囚の方だと作業はしてないわけですし、そこですよ ね、はい、なるほどね、死刑囚だってとこですよね、作業ないから、うんうん、そこがちょっと ね、 ね、難しいところ。石塚さん、この点はいかがですか？色鉛筆ですよね、今回ありました、うん、もう奥本さんの場合は、はい、まあ、その売れたとしてもそんな高いお金で売れるわけじゃないわけですけど、殺害したのが奥さんと自分の子供と義理のお母さんなんですよ、うん、被害弁済って言ってもちょっと状況は違ってて、うんうん、で親戚の方に弁済をしようって言うんで受け取っていただける方もいるみたいな状況だったんですね、うんうん、で絵がね、いや絵はね、彼の自己表現なわけですよ、うん、あんまり最初はその稚拙だったんだけど、だん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 上手くなっていくわけ、はい、そうするとその自己表現がだんだんできるようになってくるってことは、彼の自制っていうか反省が深くなっていくっていうことのなわけですよ。うん、だからここの木の中に彼の考えてることが現れてるわけじゃないですか。うん、そういうふうに見ていくんだとすると、できるだけその自己表現ができるようにしてあげた方がいいというふうに僕は思います。で、うん、色鉛筆を持つ権利があるかないかっていう問題の立て方がさっきも言ったんだけど、うん、間違えてると思う、うん、色鉛筆いる人もいる、ならない人もいる。だけど奥本さんにとっては色鉛筆は生きる、生きる、その執行まで生きていくために必要なんですよ、はい、個人のってことですね、うん、高野さんはここまでということになります。ありがとうございました。ありがとうございました。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。